OK できたかな。連携できてる。なんか最近遅いんだよね携帯が。遅い。ポッキー食べてないまだ。来た、ついた。あ、来た、よかった。はい、こんばんはです。白飛びを除去したいと思います。よいしょ。黒を着るとさ、こんな髪の毛で赤だけ登んないわ。最近黒のお洋服買った、ね、鈴木誠也選手すごくない？本当にホームランやばい。そう、今日は編み込みして巻いてます。編み込み巻きですね。3日連続でハットトリックのようなものですね。編み込み巻き、編み込み巻き、編み込み巻き。横髪、これ今日はこの子くるんですね。帰ってずっとさ、亀子さんの写真こうやってって、いや全部左に出しちゃうな。こうやってやっちゃうの。右にあんま出さない。うん、はず。でーす。あざとくないよ。そう、今日そう、あのね、トップエルネオさんに取材をしていただいて、そうそう、今日は一人で、そう取材で、そうなんです、語ってきた、お語りしてきました。そう、12月かな。そう、一人です。で、そう、なんか、まあ、メンバーにも会ったっていう、まあ違う仕事はメンバーと一緒だったから今日はメンバーにも会ったのはあったんですけど、そう、トップエルネオさんの取材にあれしていただいて、なんか最初スケジュールにトップエルネオさんの取材がなんか一人で山本って書いてあったから、えって思って、なんか今までは結構対談とかが多くてなんかそうだったんですけど、なんか初めてこういう雑誌とかであんまり一人で私は出させていただくことが今までなかったので、なんかびっくりして、え、私でいいんですかってマネージャーさんに言って、なんかえみたいになって、でなんか、え、何話すんだろう、怖いって言ってて、私大丈夫かなみたいなのをずっとそうマネージャーさんに言ってて、そうなんですけど、まあイコラブの2年間のこととかメンバーについてとか、なんかたくさんお話ししました。でもいつもライターさんはなんだろう、すごいイコラブのことを知ってから来てくださるので、まあ前にも取材をしていただいたことがあったりもするんですけど、なんかそう、すごいイコラブのことを知ってくださってる方だからすごい話しやすいっていうか、そうかなって。なんかあんま一人でそういうのやる機会とかなかったから、なんか私でいいのかなってすごい思っちゃったんですけど、でもまあしっかりお話しようって思って、なんかそのアンナアンを選んでよかったって思ってもらえるようにしようって思って、そう
語彙力大丈夫かわかんないけど語らせていただいてきたので、ぜひ、なんかメンバーのことを結構主に話してるので、ぜひそうリーダーとしての話とかをリーダーから見てみたいな感じで、まあ、お話とかしてきたので、ぜひぜひ読んでくれたら嬉しいです。12月発売なので、またあれします、告知はします。そうアイドル&リードさんは、まあ、メンバーみんな結構今やっていただいてたりして、そうすごいみんな結構ね、もう半分以上かな、分かんないけど半分ぐらい分かんないけど、まあ、そんぐらいのメンバーが一人ずつ特集をしていただいてるんですけど、そう今回はでもトップエルネオさんだったら前誰だっけな、私誰と対談したやつだろう、いおりかな、マイカ、マイカは違うやつか、いおりと対談した記憶ある、いおりだったかな花、花とはなんだ、え、わかんないけどなんか、え、いおりだった気がする、トップエルネオさんは。結構あれだよね、こういう大きいのっていうよりちょっとこんぐらいで結構分厚いんですよね。そう、お写真も外で撮ってきたので、髪型おそろ、えいそうです、カープ関連はもうぜひお待ちしてますって感じです。そうでもどこまで喋れるのって多分ね結構思われちゃうよね、カープ私どこまで喋れるんだろう、わかんないです。普通の女の子よりは喋れるけど、でもそんな深いとこまでは正直まだ話せないから、そうねあら、ヨッシーさん嬉しいわ。いや、カフェで取材じゃない、普通に事務所で、事務所ではないか、わかんないけど、今日前髪一回朝やり直したんだよね、うまくいかなくて。今楽天で予約して、早っ、もう予約できるんですか、早っ、ありがとう秋山さん。ネオちゃんだ、昨日ぶり、いいな、 STU さんのツアー行きたかった。そう、ライナーノーツさん聞いてくれました、今日の3時からだったんですけど、のんのとりさと3人で、そう3人で、それも結構振り返ったりしたかな。そう群馬、そう私はね初めてだった、そうのんのの地元曲3回目ぐらいだったのかな、合計で私は初めてだったけど、なんで号泣したの、ちえちゃんとりあえず2冊、2冊もラジオらしい番組だったって、反響、そうなの、響いてた、私もラジコ貴族よ。そう2週あります、そうなんかいっぱいお話できたら2週になるって言われてて、で3人でじゃあ頑張って2週に2週使っていただけるように頑張ろうって言ってて、2週使ってくださるそうなので、最近はどのメンバーと会ってる、どのメンバーとも会ってる今日は言うて少人数としか会ってないけど、そう12月27発売もう出てるんだね、初見高木さんありがとうございます。ディズニー行く予定、行きたいなって思ってるチケットがあるんですよ今、早く行きたいんだよ、
行きたい行きたい詐欺、ノンノのスティッチのやつ見たっていうか、あれ私も一緒にいた気がする、いなかったっけな、なんかあれ見たことあるんだよな、あの動画撮ってる時いたんだよね多分私。ユニバいいな、今日リサとなんか今日トレンド入りしてましたよね USJ、 今日リサと言ってたんだよ行きたいねって。てるいさん待ってますよ、夢の国全員ではいかんな行きたいけどさすがにちょっとな、学校で語ってるって嬉しい。なんか USJ なんかなんだっけ、なんか新しいのかな、わかんない。そう上海の時はまあ上海はね日本じゃないからね、顔ペイントはしたいけどちょっとしたくないそうでも夢の国はね、そう4人までかないい感じなのは多分、まあ、4人か2人がいいんじゃないですかね。なんか大人数だといいけど結局なんか これ乗りたい子とか分かれちゃうからね多分ね、そうどうせ分散しちゃうじゃん。そうでも結構私もメンバーと言ったけどね、ミリニャ、マイカ、ハナ、リサ、ナータン、ノンノ、ヒトミと言ったかな、と誰と言って、あれ言ってないメンバーいるっけ、結構ね言ってるんだよね、よりとかまだ言ってない、キャタンも言ってないですね、サナも言ってない、ショコも言ってない、ちょうど6人かな、んあと誰だ、マイカも言った、マイカは言ったでしょ、瞳も言ったし、リトルグリーンメンマン大好き、あれワクワクする、何味がいいか、何味が出るかなって、あんはチョコが好き、最近ディズニー行ってないな、土日はねなんかね、例えば土日がオフでも行く気にならんな、ちょっと何度も C も行きたい、ポップコーンはねあれが好き、ガーリックシュリンプ味、コーニコンビでジェラトーリつけて行ってた、あ行ってたね、私はステラルーちゃんかミニーちゃんか上海のなんかキラキラのやつかの3つかな、でもなんか新しく買いたいな何がおすすめですかね、そうでもメンバー持ってたりするからね、メンバーに借りていけるしね、そう101匹ワンちゃん人気ですよね、ティティ&コーのさあのダルメシアン柄の洋服で行ってる方多いですよね、私もあれ持ってる、クリスマスのカチューシャね、つけたい、なんか毎回こうやっぱさ写真いっぱい撮るからなんか一緒じゃつまらんかなって思っちゃって買っちゃうんだよね、結構そう一個でええやんって思うやん、だってさディズニーでしかつけんわけよ、家でさつけんけんさもったいないやんそんな、けどさ買っちゃうんだよね、
夢の国マジック、ほんまそれ生写真買っちゃう、オタのようにねそうなの、そうショールームはちょっとね、そういうのはダメだから、家でつけて体感か、ちょっとやばくない？アトラクションは乗れる子と、まあ乗れない子で分かれてるけど、基本乗れる子の方が多いかな。コラボはほとんど乗れるかな。言うてマイカとかあんま乗れないけど、けど結構乗ってるかもしれない。泣きながら乗るからな、あの子。いいよ無理して乗らなくてって言っても乗りたいらしいそう、つい買っちゃうのはグッズと一緒らしいよ。あ、イオリも確かにあんま乗らないね。アトラクション大好き、私はもう絶叫大好きですね。怖いけどね。シェリーメイしたい、ダッフィーとシェリーメイとか。絶叫好き、でも絶叫好き多いかな、コラボは。そう、私もさ、高校の文化祭でさ、カチューシャつけた、ミニーちゃんの。懐かしいな。行きたくなっちゃうね、こういう話するとね。うん。世界の観覧車乗ったね。乗ったよ。ホーンテッドマンション大丈夫、乗れないものないよ今までで。乗れなかったものはない、全部乗ってきた。お化け屋敷はやだやだですね。タワテラはね、うん、楽しい。普通に富士急の詳細まだお待ちよって感じ。そう、編み込みしてる。今日は私がよくしてた髪型、最近してなかったこの髪型。私のあれじゃない、あの花が描いてくれてるアバターのやつだよ。アトラクション乗ってお前髪崩れます、さすがに。それは崩れる、ドライヤーレベルじゃないですからね。ショコチュワンも編み込みしてた。本当？今日ショールームしてたの？今日何してたんだろう。今日は会ってないな、ショコタンに。明日会うわ。じゃじゃじゃん。確かに有名テーマパークとかでライブいいね。でも今回はね、富士急さんのところで公開収録させていただくのでね。しょこちゃんは食べ物の話してたって。本当？富士急おいでみんないいじゃないか、乗りながら収録やば。私の前髪、うん、あん全然好きじゃない。自分の前髪もいつも朝苦戦するもん、本当に。そう、富士急の日付いつだっけ。日付決まってたっけ。決まってるか、ちょっといつだっけ忘れた。みんなのが詳しい。12月なんだっけ。めっちゃ絶対寒いやんな。
12月22だって。絶対寒いじゃん、絶対寒い。あ、だけさ、あれじゃん、あれか、ツアーの前々前日ぐらいからスタートってことだね。ねえ、めっちゃ寒いから防寒してきてね、みんなね。震えちゃうよ、そう、風邪ひかんようにね。季節の変わり目やしな。なんかさ、今日とかもさ、普通になんか日中とか別にそんな寒いって思わんけど、やっぱ夜とか寒いし、朝方寒いしで、なんか最近なんか気温調節が難しくてやだ。なんか毎日服で悩む、困っちゃう。なんか毎日なんか気温をなんか数字で見てもわからんのよね。そのあ、これが寒いんかなとかもわからんから、とりあえず外に出てなんか一回今日の寒さをね体感するのからなんか決めるんだけど、そう。でもなんかヒートテック好きなんだけど、まだ全然着てなくて、なんか極暖もね買ったのだけど、なんかヒートテックをさ下に着てたらさ、なんか暑い時にさパッと脱げないじゃんか。だからなんか上着で調節するようにしとって最近。そうやけん、なんかそう、今とかはめっちゃ薄着で、なんかそう、なんか上着とかで調節してるし、なんか最近寒い方がすごい好きで、なんか暑いのが本当に苦手で。そうなんですよ、本当になんか最近すぐ暑くなっちゃって、なんか暑いっていうか本当なんか大なんでか知らないけど、だから最近寒いとこに痛くなっちゃう人なんですよね。いや衣装並みだとねちょっとね衣装並みだと寒いな、スケスケやからな。犬かサーベルポンはポンポンはマフラーの時期、クリスマスの時期ですね。君に似合うと思ったんだっていうね時期ですね。京都からの移動、京都、何の次が京、何の後が京都、小悪の京都の後が21が京都なんだっけ、小悪、京都の次の日が富士急。あ、じゃあもう東京帰れないのかな。京都と富士急って近い？わかんない私。わかんないですね。あ、めっちゃ遠い。あら、そうなのね。何も把握してない。近くない。あ、そうなんだ。東京より。あ、そうなんだ。あの富士急の位置がちょっとまだあんま分かってございませんでね。あ、東京からの方が近い。あら残念、私京都にお泊まりしたかったわ。京都の旅館にでも一泊してごゆっくりと嵐山でも探索したかった、散策したかったんだけど、あら残念。京都泊まりたかったな。富士急は富士山の近くは知ってるよ。で、富士山がどこにあるかも静岡だっけ知ってるよ。もうね学んだから、私はもう学んだ。前までは間違えてたけどもう学んだ。山梨だった、惜しい、惜しくない、全然違う。静岡と山梨らへんなんで、まあそう、そうなんだよ、そうなんだ、まあそこどっちかなんですよ多分。京都と大阪は近い。うん、だってあのね卒業旅行で友達と大阪と京都どっちも行ったもん。
同じ日に。確かに FM 富士山梨、確かに。ちょっともう山登りは断る断る。NG です。富士山入れない時期らしいよ。え、そうなんだ。じゃあ今日私がツイートしたのに、じゃあ今日は富士山かなとか書いてた人いたけど、入れませんでしただって覚えとるもん今日。あ、ちょうどね今頃よ。10時半か。10時半何してた？10時半はもうホテル着いてたのかな、多分。イコラブ会が終わったのが今日だったんですよ。今日の11月11日にイコラブ会ボリューム1があったんですよ。それでそのまんま、そのイコラブ会ボリューム1はソニーさんでやったんでしたっけ。来てくださった方覚えてますか？超子さんですね。まあそれがあって、ファーストかな、セカンドかな、え、いつだっけ、11月だからファーストか。ファーストの多分イコラブ会があったんですよ。そうで、そのまま私たちは車に、乗せられ、もう連れて行かれるっていう、山へ連れて行かれて、でなんか途中でなんかご飯食べてみんなで、でその後ホテルに行って、でもなんかそのちょっとホテルが虫さんがこんにちはを結構、まあやっぱ山奥だったからしてて、でもうすごいもう大変で、でマイカと同室で確か、でマネージャーさんの部屋で寝たんだっけな。なんかマネージャーさんの部屋にが4人部屋で、なんか2つ空いててベッドが、だからアンとマイカがそこで確か寝たんだっけ。私たちもそっちで寝たのかな。で朝起きて、朝っていうかめっちゃもう夜だけど、逆に夜起きたんですよ多分。出発が朝方だったからね。で自分たちの部屋に戻って準備しとったら、アンが鼻血出してアンが鼻血を出して、でマイカがすごい助けてくれて、ね、なんか登山中に鼻血を出したらいけんからって言って、ティッシュをマイカが持たせてくれたっていう思い出謎な思い出っていうことを今頃やってました。はいそう。でそのまま山に登ったそう、なんかそのイコラブ会終わっての移動中にポッキー多分食べてて、その時はまだルンルンとしてた。でなんかその車の中でもカメラ回ってて、どうですかって言われて、多分大丈夫だと思いますとかって言ってた。泊まる時の部屋一緒になったことないメンバー、もう覚えてない、全然覚えてない。結構みんなあるんじゃないけど、まあでも基本結構決まってたりはするかな。っていうか全員で寝たことがあるし、2回ぐらい、1回2回はなんか全員、あ、2回以上あるか、合宿も入れたらもっとあるか。そうでけんなんかあるし、しかもなんか6人ずつで寝たこともあるから、うん、みんなあるそう、でもあんま寝坊しない組み合わせにはなってるはずかな。そうでもないのか分かんないけど、でもなんか結構適当ですね。なんか MV とかで泊まりの時はその撮影朝がなんか同じ入りの時間のメンバー同士とか、夜の終わりが同じメンバー同士でこうなる時もあるし感じ。
な。川の字で、うん。川の字、うん。アンズそうなんよ、仲いいんよ。枕一人一個。う？うん、多分。アンナちゃんのファンみんないい人そうで、ネオちゃん。そう。そうですね。うん。枕投げはやらんな。でもそんなに別に泊まり、なんか泊まっでもなんだろうな、あでも地方とかで泊まると結構ショールームをホテルとかでやったりしますよね。ホテルショールームいつも賑やかだよね、本当にやばいよね。メンバーとやったらもう本当ぐちゃぐちゃ配信になっちゃうからね、やばいんですよ。なんか何の時にやばかったんだっけ、なんかね、誰だっけな、ひとみ、いおり、私、花の4人でやったやつとか、私とひとみとマイカ3人でやったやつとか、あと何があったかな。でもなんか結構ね、その2個めっちゃわちゃわちゃしてた。なんか記憶がある、そんな。そう、どっちもひとみんじゃん。絶対あの人だわ。そう、私が静かに見える。そう、そう、覚えた、マイカとひとみと私の3人は福岡だよ。とリサで多分なキャンペーンかなんかしとって、リサは実家で、だから3人で、そう、タワー、ひとみ、ひとみありがとうございましたわ。よいしょ、ありがたわです。タワーじゃない、でももうこれなんて、ありがくまさんのタワー。ありがとうございます。前もくれた、ありがとうございます。今日何タワーですか？クリクマタワー、秋って感じ、キノコとかも虹、なんか豪華、かわいい、ありがとうございます。キンちゃん、ありがとうございます。アンアイス、クマタワー、星とかもいっぱい、ありがとうございます。ちなみに今日はちょっと早めに終わります。何時だろう、あでも言うても10時41分か。まあまあ明日も早いので、チラッと見える、アミコチラッチラッ。もう30分は経ってる。野球見てない、さっき帰ってきたんだよ。全然見れない最近。ひとみ見に来てくれてるだけで嬉しいんだよ。キイちゃんありがとう。本当ですか、せいちゃん。ありがとう、お疲れ様です、お疲れ様です。鈴木誠也選手あげない、絶対にあげない、絶対にあげない。セブンイレブンのバスクチーズケーキ食べたよ、美味しかった。美味しかった。
今日も可愛い MKT さんありがとうございます。握手行くよってありがとうございます。え、タワーじゃないですか。え、サシナユイさんありがとうございます。何タワーですか、なんでですか。そう、最近タピオカ飲んでない、正解。ちょっと我慢してる、偉い、褒めてありがとう。え、ありがとうございますありがとうございます。サシナユイさんありがタワーです。そう、この前もね、誰だっけ、いおりとりさとショークとの3人のキャンペーンしてる時ももっちゃもね飲んでたんだけど頼まなかったの。なぜなら後からたこ焼きを食べたかったから。絶対みんな絶対たこ焼き食べるって思ったから、たこ焼きのために我慢しようって思った。そう、タピカツを我慢した。たしなゆいさんありがとうございます。ありがとうございます。好きなものを好きなだけ食べたいよ、ほんと食べさせて、ありがとうございます。なんか違う、たこ焼きってさ、そのククルとかって大阪っていう感じじゃん。じゃっけ、たこ焼きのタコの代わりにタピオカ入れれば解決は。草草言いたいだけ。早口でタピオカタコ焼き、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 いえ、タピ焼きする、やだ。ちょっと私たこ焼きタコなくてもいい人なんだよね。ツアーで牛タン楽しみ、超楽しみ、食べたい、牛タン大好き。あのね、根岸の牛タンのあのランチに行くのすごい好きですよくない、なんかお得じゃない、ランチだと。なんかランチだとどこでもお得じゃないですか。じゃけん絶対いいよね、ランチって最強。利久だっけ、利久だっけ、なんか利久の冷凍のやつめっちゃ美味しいですよ、大好きあれ。いいよねランチ。でも焼肉屋さんのランチちょっと一人で行けないな、緊張しちゃう。ランチって何でも安いじゃん。牛タンプレゼントしてありがとうありがとう。鶏焼肉はねちょっとねまだ行けてない。でも行こうとはさすがに思わないんだ私は。回転寿司絶対一人目で。私だって私なんか生ものを基本食べないので、回転寿司に行ってもサイドメニューとか卵とかばっか食べちゃうんですよ。でなんかここの注文の席マジでやばいって思われたくないから、絶対に一人でお寿司屋さんは一生行かない気がする。私でも私好きなの、お寿司屋さん行くの楽しいじゃないですか。だから大好きなんだけど、お寿司屋さん行くの。そう、一人ラーメンも行けない。でも結構回転寿司そういうなんかよく行きますよ。スシローとかさ、なんかあるじゃん、はま寿司とかそういうところ、めっちゃ結構メンバーと行くかもしれない。好きなんだよね。この前はそうスシロー行った。一人ファミレスは行けるんだよね、なんか普通に。そうね、私って店側からしたら多分回転寿司すっごいいいお客さんだと思うよ。そう、
なんか仕事の合間とかでなんかちょっと時間があってとかだと、なんかカフェかそういうとこ行く、なんかファミレスで時間潰す時もあるかな。回らないお寿司は、うん、なんか広島でしかないかも。東京では一回も回らないお寿司食べたことあるっけ。東京ではない。でも別に私ど、あのお寿司が好きなわけじゃないから、ネタが新鮮とか分かんない、食べないから。だから別に私はその楽しければいいって話だから、むしろ回転してた方が楽しいそう、なんか広島におるときはその回らないお寿司はなんかお父さんとかお母さんとかのお誕生日とかなんかそういう時に行っとったけ、なんかあんはあんま食べれないから、あのでもあの主役は私じゃないから、あの文句言えないのでついてって卵とかイカとか食べれるものを食べていた私は。でもカニは食べれるんですよ私。そう、全然アレルギー一個もないんですけどね。そう、いつもは卵はね食べる。あんまり、そう、あんまり食べないんだよあんまりそういうの。でも私マイカと結構食の好み合うのかも。マイカとかね、例えば、あでもこの前なんかどっかに何か行った時になんか頼むのがなんかリサとかとも結構あったりはしたけど、イコラブ食べ物の話が多いって。リサ確かに何でも食べれる結構。そろそろ終わろうかなショールーム。リサめっちゃ食べるよ、ダイソンだって言ってるじゃんダイソンなのよあの子。そうでもめっちゃゆっくりリサは食べる、だからリサに合わせて食べるととってもいいって感じ。回転しに行くねはね、コンティヌちゃん草言いたいだけ。はい、じゃあ順読みます。13位がケンヨンパチさん、12位がマツケンさん、11位がなんちゃらおじさん、10位がゆかりん、9位がセイタ、8位がレグルスさん、7位がヨシパンさん、6位がタコツアンさん、5位がイトコンさん、4位がクロさん、3位がゴーンさん、2位がヒドミン、1位がサシナユイさんです。サシナユイさんとひとみんありがとうございました。ポキー歌、明日も元気で、はい頑張る。明日ねちょっとドキドキしてんだよね。頑張る。1人目ゆめやつさん、ゆめやちゃんから。2人目なかちょさん、3人目むんむん、4人目ゆうしすさん、5人目しょうじんさんです。へい、ありがとうございました。じゃんけんします。せーので、けんじゃんけんじゃんけんチョキチョキです。では今日は終わります。おやすみなさい、バイバイ、バイバーイ、 See you 5 4 3 2 1バイバーイ。